皆さんこんにちは、まいです。今回のトークテーマは NFT ボックスがドロップしましたので、それを開封していきたいと思います。最近のアップデートで NFT がドロップするようになったので、ドロップ検証のつもりで再三度外視でトレジャーボックスを即開けしながら2時間ほどプレイしていたのですが、思ったより早くドロップしてくれました。この方とのバトルの後ドロップしたので、時間のない方はスキップしてください。
トレジャーボックスの代わりに NFT ボックスがドロップしました。ドロップした NFT ボックスはこちらにあります。NFT ボックスを開封するには G コインが必要です。G コインを USDT からスワップする方法はこちらの動画をご覧ください。なんと、最高レアリティのレジェンダリーの腕輪が出てしまいました。レジェンダリーの場合、すべての効果が発動します。上から、攻撃力プラス20。自身の召喚ユニットの HP プラス20。HP が満タンの時、受けるダメージマイナス10。スピードプラス5。ゼノ3体生存時、与えるダメージプラス 15%。最後の与えるダメージプラス 15% は、パッシブスキルのレベル10に近い性能なので、汎用性があり、非常に強力です。また、アクセサリーは、2つ、3つと同じシリーズを揃えると、セット効果が発動します。スターシリーズのセット効果は、2セット効果、スピードプラス10。3セット効果、スピードプラス25。相手より早く動けて、攻撃力も上がるので、アタッカーに装備させれば、かなり勝率が上がりそうです。行動順の重要性は、こちらの動画にまとめてあります。販売価格をマーケットで調べてみましたが、出品がなかったので。一つ下のエピックを見てみると、一つ1000ドル前後で、4つ合成で、レジェンド装備が完成するので、4000ドルくらいにしようかと思ったのですが、合成するには G コインも必要だったので、もう少し高値で出品してみようと思います。ヒカルさんクラスの富裕層の人が購入してくれるかもしれません。今回のドロップによって、無課金初心者さんでも稼げる可能性が高まりました。まず自分のキャラを育てないといけないので、お金か時間をかける必要がありますが、プロジェクトゼノは、非常に将来性のあるブロックチェーンゲームだと実感しています。まだプレイしたことのない方は、概要欄のリンクからどうぞ。また、初心者さんの質問も受け付けていて、ギルドも設立していこうと考えていますので、概要欄のディスコードメンバー募集からご連絡ください。それでは今回は以上です。感想、ご意見などありましたらコメ欄か、Twitter の DM にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、他の動画をもう一本見てもらえると嬉しいです。また、次の動画でお会いしましょう。